はい、どうも。えーとですね、今日は、えー、まあ、第2回目ですね、えガ、ー、ンを抑制する食べ物、で21戦の第2回目、三、えー、3回シリーズね、前回に続いてね、こう、第2回目、七、えー、7つね、こう、食べ物紹介していきたいと思います。すっごくこう大切な情報なので、最後までしっかりと、 聞いてくださいということで、えー、まぁ、はですね、日本人の芯の第1位ですね。まあ、ちょっと厚生省のグラフね、この前も言わせましたけども、えー、まあこういうがん統計っていうのが出てて、こう、この赤ね、悪性新生物腫瘍ですね、がんですね、こう、右肩上がりでこうで、ね、増えてるということで、まあその癌怖いので、こう、予防していきましょうということですね。 で、まあ、あの、いくつかのこう食べ物を紹介しますけども、まあ、注意点ということで、こう適量ね、えー、をね他の食材とこうバランスよくこう食べていきましょうということで、こう取りすぎない。それだけこう取りすぎたり、いい、こう、偏ったりしないということですね。まあ、このバランスっていうのはすごい大切なので、あと、健康の4つのファクターって、この、あの、えー チャンネルでは言ってますけども、食事、運動、睡眠、心の健康ということで、こう毒なものを食べないで、体にいいものを食べて、よく体を動かす。そして、よく体を休めて、しっかり寝るということですね。1日9時間、8時間から9時間寝るということですね。あとは心の健康、幸せを感じながら、こう毎日生活していきましょうということを実践していくと。これをやってないと、食事だけではダメということですね。あの、えー その体が休んでなければ、まあ、癌になりやすくなりますし、体をしっかり動かしてなければ、癌になりやすくなる。で、心の健康が悪ければですね、やっぱりこう、癌になりやすくなるというのがあるので、で食事だけではダメということですけれども、食事も欠かせないということで、まあ、そんなからその、今回ね、こう、紹介していくということなんですけれども、あとね、こういう、え、あのい、いくつかの栄養素、ファイトケミカルという栄養素を紹介しますけれども、ぜひとも食べ物から取ってください。サプリじゃなくて。っていうのは、その食べ物、 いや何十種類のね、こう、ファイトケミカル、たまには100種類以上のファイトケミカル入ってるんですね。これ全部一瞬取れるんですよ。サプリだと1個しか取れないです。それでは良くないので、そういう食べ方っていうのは良くないです。で、あと、まあ、ガが治るというわけではないです。その食べ物を食べてるから癌が治るとか。だから、あの、あくまでもね、癌を予防していきましょうということです。やっていくということですね。 まあまあがんの方はそういったものをこう食べてそのバランスよく食べてそのがんをねなるべくこうこう抑えるとコントロールするとであとはまあそ,のその食事方法でこうがんが治ったというケースはあ,のあるんですけれどもそれがねあのその絶対に治るということではないのであくまでもね予防でやっていきましょうということですね。 ということでね、このガンを抑制する食べ物21世のビデオシリーズをこう実践していただいてですね、ガン予防にね、ぜひ活かしていきましょうということで、えー、ということで、第2回行ってきまし、行ってみましょうということで、えー、ガンを抑制する食べ物その8、オリーブオイルですね。オリーブオイル、やっぱりすごいんですよ。ね、で、ただ、あの、オリーブオイルと書いてあるだけ、あるものを買ってくるだけでこうダメなので、どのオリーブオイル、 を買ってくるかとか、あと使い方、こう、紹介するので、こうしっかりと最後まで、こう、聞いといてください。で、オリーブオイルをもっと使う方の地域の、ね、癌の発生率が低いというね、こう、研究方告があるんですね。まあ、地中海ですよね。で、オレオカンタールというね、オレオカンタール。すごいですね。オレオオレオってなんか聞いたことあるんですね。オレオカンタールという、あの、物質が、このオリーブオイルに入っているんですね。これが、 まあ、エクストラバージンのものにしか入ってないんですけども、喉に,のにこうピリピリ感があるんですね。これがね、癌を抑制するという研究結果があるということなんですね。で、まあ、その他このね、えオレオカンタールっていうのは、抗炎症作用があったりとか、ね、えー、抗酸化作用というのがあるんですけども、まあ、抗炎症ということで、普段の関節炎とか、ね、まあ、いろんな痛みありますよね。 まあ年取ってくると、いろんなところが関節痛くなったり、いろんなところ痛くなってくるんですけど、これはね、炎症が増えてくるんですよ。あのー、年を取ると。で、これを、こう、低く抑えるっていうことが、老化を予防する、ね、老化をこう遅らせるということになってくるわけですね。炎症、こう、抗炎症のものを取ってあげるっていうのはすごい大切で、で、これをやっていくことによって、まあ、炎症がずっと続いてるから、関節も変形してくるんですけども、これもある程度、こう、 ゆっくりさせることができると。ね、ですから、しっかりと、ね、こう野菜を食べて、まあ、こういった抗炎症のものをしっかり食べて生活しているとですね、体もずっとね、あの関,節関節もこう変形せずに、ね、こうしっかりとね、えー、若さを保てるということなので、でまあ、この、えー、オレオカンタールっていうのが、そのイブプロフェンという薬がありますよね。えー、非ステロイド性の抗炎症薬ですけども、えーまあ これと同じ効果があるということなんですね。まあ、まさに移植同源で、まあ、薬で取るんではなくて、こう、食べ物から、普段の食べ物から食べず、あの、食べることによって、こう、痛みとかですね、関節炎とかも、こう、コントロールできるということですね。あとは、抗酸化作用ということです、ね。まあ、これも一緒です。酸化から炎症ということが起きるので、移植同源ということなんですね。で、この、オレオカントアル。 まあ、ファイトケミカルの一つですね。ファイトケミカルというのは植物の栄養素のことなんですけども、えーまあ、いろんなカテゴリーがあります。ファイトケミカルという、えー、ものをの、いろんなカテゴリーがあって、ポリフェノール、カ,テカロテノイド、硫黄化合物のこうカテゴリーの中のポリフェノールの一つということですね。このオレオカンタールというのがね。 で、えー、あとはですね、まあ、あの、一回不飽和脂肪酸ですね。これ、取るべき脂肪酸ということで、その,オあの、オリーブオイルですね。これ入ってますよね。アボカドとかね。で、ま、あくまでも、あの、オリーブオイルなんですけども、無農薬、無,で無添加のもので、つまりオーガニックのものですね。有機というものですよね。で、新鮮で酸化してないものを選ぶと。で、コールドプレスト、あの、すべて、まあ、油、あの、 食用油ですねこれはね、冷温圧搾法、コールドプレストっていうものを使うのが一番健康的です。えー、あのー、こう厚くしてですね、こう生成してるものは、ね、酸化してるので気をつけてくださいね。で、エクストラバージンと書いてるものをこう選んでいくということですね。で、まあ、オリーブオイルは小瓶で買って、冷蔵庫にしまって早めにこう使い切るようにすると。 で、こう酸化してない。そうするとね、参加してないものをね、こう、いただけるので、で、あの、あまりね、こう長、長時間ね、えー、常温で保存してると酸化してくるので、えーまあ、酸化してないものを取りましょうということで、あとはね、炒め物とか揚げ物にはこう使わないように、いいね、ね、こう、熱して使わないように、せっかくね、このコールドプレス、ね、こう、せっかくコールドプレスで作って、酸化してないものを作ってるのに、こう、温めてはダメなので、 じゃあどうやって使うのかということなんですけども生とかゆでた野菜やタンパク質にこうかけるとかけて食べるということですねでまあその他にね、あのー、このオリーブオイルっていうのは、えーまあ、老化予防長生き母系予防心筋梗塞予防脳梗塞予防動脈硬化予防ねこういろんな効果があるのでぜひともね、えー、こう使っていくということですね まさに地中海ダイエットの中心的存在とこう言えるんですけれども、えー、そうですね。ということで、癌を抑制する食べ物、その8ということで、オリーブオイルでした。そうですね。で、まあ、その写真ね、こう挟んでいこうかなと思うんですけれども、オリーブ、ね、こういうオリーブオイルですね。これを積極的にこう使っていきましょうということですね。で、次なんですけども、癌を抑制する食べ物、その9ということで、ターメリック。 ウコンですね。えーターメリック、やっぱりすごいです。また出ましたけども、あのー、すごくね、えー、いいです。これはね。まあインド人が、あ使ってるわけですけども、たくさんね。使用上のね、注意点まで、ね、こう、ご紹介してきますので、あと、過去にね、こう、ターメリックを食べ過ぎて中毒になった事件っていうのが、まあちょっと、あのー、信憑性のない報道とかがあって、 でまあ、それのね解説もしますターメリック大丈,夫です大丈夫ですよという解説もしてきますので、えー、こう最後まで聞いていてくださいでターメリックに含まれるクルクミンがが、ね、んを抑制するという,こう研究結果があるんですねでその他に抗酸化作用、ね、この抗酸化作用というのを見たらですね、まず、ね、何をこう見ていただいたらあの何を考えていきか いいいのかというですね抗酸化作用というのを聞いたらですねまず体の酸化人が老化してくるとすごい酸化してくるので体の酸化というのは老化の原因なんですけどもこれを抗酸化抑えてくれるので老化予防ということになってきますねであと d l の酸化というのが起きるとガン化してくるのでがんの予防ということになってきますねあとは普通にこの酸化というのは炎症を起こしてきますそうすると抗炎症ということになるわけですね抗酸化っていうのは で、その関節への痛みとか軽減ですね。えー、そういう、あのー、効果があるということですね。その他にたくさんの病気の予防ということがこう抗酸化作用ということにあるので、まあ、抗酸化作用というのを見たら、こういったことをね、あの連想してください。あ、もういろんなことでいいんだな、抗酸化っていうのはっていうのは、すぐ考えてください。まあ、抗酸化っていうのは、まあ、抗炎症につながっているということですね。 あと、ボケ予防。クルクミンの話は、あの、ボケないシリーズのビデオでもうすごい話しましたけども、もうインド人はこうアルツハイマーが少ないんですね。もうこれボケ予防になっていると。毎日こう食べてますからね。まあアメリカでもね、あのーえー、インド人の移民の方ってたくさんいて、会いますけども、もう本当に常にちょっとカレー臭いなという感じの方たちがたくさんいて、まあ本当にね、もう毎日食べてるというものなんですね。あとはですね、肝機能。 を上げるので、下毒作用アップになったり、あと単純分泌をアップさせますから、あの、消化力がアップしていくということですね。で、これもですね、ファイトケミカルのポリフェノールというカテゴリーの一つです。えー、クルクミンというのはで。ぜひともね、そのターメリックっていうのをこう、ウコンですね、こう使っていくということですね。でいわゆるウコンなんですけども、カレーのスパイスなんですけども、これね、 カレーがいいということで、あの、日本で売ってる、あの、カレーのラー、あの、ルーですね。これはね、良くないんですよ。まあ、いろんな添加物が入ってますし、あとはその、動物性の脂肪のラードっていうものがいっぱい入ってるんですね。だからね、あれ美味しいんですよ。たまに食べるのいいですよ。僕も大好きなんで、あの、日本のカレーのルーから作る、あの、カレーは。あれも本当に美味しいですから、ただ、そう、あの、健康食ではないです、あれは。 なので、あのー、まあ、月に1回とか食べるんだったらいいですけどもそう、食べつけないということですね。で、あとはね、あくまでもこうカレー作るんだったら、あのー、インド人のようにオーガニックの有機のスパイスですね。このターメリックとかその他のものですね。あと新鮮な具材。そういったものからこうカレーを作ると。こういったカレースープみたいなものであれば、もう毎日食べつけても大丈夫です。 で、あとはですね、アメリカでこうサプリとしてこうすごく人気があって、その1日ね、1から3グラムね、こう、取る、とっても大丈夫というようなことが一般的になってるんですけども、まあ、アメリカ人はこう体が多いので、まあ、日本人の場合はせいぜい2グラムぐらいまでということですね。であと、黒胡椒を取る、黒胡椒と取ると吸収がね、こう、最大で2000倍になるという研究方法があるので、この、まあ、サプリで売られてると、そのターメリックかコ、ね、黒胡椒、 ターメリックのサプリにこう黒胡椒入ってるんですね。黒胡椒の成分が入ってるんですけども。えー、であとはね、まあ、サプリ使う場合は信頼できる業者のこうね最大使用量を守って、ね、こう使っていきましょうということで、あとスパイス用のターメリックをそのサプリとして自分で使う場合はですね、こう量、 たくさんの量を使えるものなのかどうかっていうのをしっかりと確認してください。スパイス用のターメリックとサプリ用のターメリックっていうのは、あの、また違うので、その、しっかりスパイス用のターメリックを使うをサプリとして使う場合、これはしっかりとね、えー、安全性を確認してからやってくださいね。で、まあ基本的には安全な食べ物なので、あの、えー、まあ、使って大丈夫というんですね。 で、まあ、注意点なんですけども、もちろん、スパイスなので、こう、ちょっと辛みがあるので、こう、炎症少し、胃炎とかね一応にこう、炎症がある方は、ちょっと、控えた方がいいと。あと、まあ、肝臓が悪い方。あと、胆脳に問題がある方ですね。ここら辺はね、あの、注意するということですね。あと、薬を飲んでる方は、もう、ね、主治医の人,人に、主治医の先生にこう、相談してからね、こう、 サプリとして使うのはこうやっていくということですね。あとは毎日食べるような食事に入れている場合は、しっかり相談してからやるというですね。あとはですね、まあ、休み休みやるというですね。私もその毎日とってるというわけではなくて、その、まあ、まあ、毎日、まあ、毎日なら確実でやるとかですね。あとは、まあ、毎日やってても、たまにこう休日作って、1週間休んだり、2週間休んだりとか。 まあ2週間休む必要ないから、1週間ぐらい休めばいいんじゃないかなと思いますね。であとはね、過去に、ね、肝臓の悪い方がターメリックね、こう、サプリオ二2週間やって、肝硬変になってっていう報道があったんですけども、これは信憑性がないです。っていうのは、2週間でターメリックで肝硬変になるっていうのはもう本当に医学的にありえないことなので、もうこの報道をしてる、あの、えー、この記事を書いた方は全く医学の知識がないですね。 で、もともと腹水が溜まるねくらいに肝臓が悪かった方なんでしょうね。多分その肝臓にいいというのを聞いて、そのターメリックをこう、使ってみたんでしょうね。えー、というのがあ想像できることです。真実はわからないですけどね。で、私はまあお茶にしたりとか、サラダのドレッシングに入れたりとか、あのー、そういうね、インド風のファイトケミカルスープにこう、使ったりとか、えー、まあちょっとね、あの、ファイトケミカルスープを作るときに、その、 えー、ターメリックを入れるというような形でやってますね。まあ、癌予防になったりとか、母乳予防になっ,とかなったりとか、老化予防になったりとか、とにかくスーパーフードなので、こう、ターメリックウコン、しっかりとこう使ってい、えー、きましょうということですね。まあ、ターメリック、こういうね、あの、生姜みたいなやつなんで、ね、それを粉にしたものなので、で、いくつか、あの、種類があるんですね。こう秋ウコンっていうのが、この、えー、まあ、このターメリックでっていうやつですね。 ということで、が、え、ん、ー、を抑制する食べ物はその旧ターメリックウコンでした。で、次なんですけど、がんを抑制する食べ物はその10柑橘柑橘系の果物ということで、これがね、またすごいんですよ。もうとにかくこう、柑橘系の果物はもういろんなファイルケミカル、まあ、他の食べ物もいろんなファイルケミカル入ってるんですけども、えー、とにかく柑橘系の果物はすごいなと。 思います。えー、まあ、ここは奥が深すぎるので、こう、代表的なものを、あの、紹介してきますけども、まあ、他のね、食べ物も代表的なものしか、あの、紹介してないんですが、えー、ここはね、特にいろんなことがあって、まあ、たくさん紹介します。で、新しいファイトケミカルのグループも紹介しますし、さっき、こう、3つありましたよね。3つのグループありましたよね、カテゴリーがね。で、あと、ただ食べるのではなく、皮もね、こう、いただいた方がいいので、その時の注意点とか、あとは、ま、あ。 そうですね、まあ、超大切な話なのでこうしっかり聞いてくださいということでかきつけのためのオレンジ、ミカン、グレープフルーツ、レモン、ライムなどですね、えー、など多く食べる方の方ががんになるリスク確率が低いという研究結果があります。<laughs> ね、ということであの、まあ、いろんな栄養素があるんですけどもビ,タミン C ビタミン C がが、ね、を抑制するというのは皆さん分かっていると思いますね。 まあ、あの、その他に、ビタミン C というのは、抗酸化性を免疫力アップ、鉄分の吸収を良くするので、こう、貧血に良かったりとかね、母系予防にもなってきます。あとはですね、フラバノンっていうのがあるんですね。あの、換気付けのために。これが癌がを抑制するという研究結果があるんですね。これもファイトケミカルの、あの、一種で、植物の栄養素ですね。これ、ポリフェノールの、ポリフェノールの中にフラボノイドというグループがあるんです。 えーまあ、ファイトケミカルね、ポリフェノール、カルテノイド、硫黄化合物という,こうカテゴリーがありますよね。このポリフェノールのグループのフラボノイドという中に、このフラバノンというのがあるわけなんですね。で、まあ、こういった形してるんですね、このフラボノン。まあ、フラボノイドっていうのはこういうあの分子構造をしてるわけですけども、実際にこう見たわけじゃないんで、こういう形をしてるわけじゃないですよ。このきっちりしてるわけじゃないですよ。まあ、これは、あの、人間が、 えー、便宜上こういうふうに書いてるだけだって、実際の形はあのもうちょっとぐちゃぐちゃってしてるんですけども、まあ、このね、えー、フラバーノーンっていうのが、まあ、フラボノイドと覚えててもいいですけども、これはまあ抗酸化作用、その他にですね、抗炎症作用、抗ウイルス作用おというのがあるんですね。えーまあ、あとは、心筋、えー、高速予防とか、脳高速予防にもなっていくということで、この、ね、フラボノン。 フラバノンということですね。フラボノイドの一つのフラバノンというのが、この柑橘系の食べ物にあると。で、癌予防になるということなんですね。あとはですね、ベータクリプトキサンチンというのが入っているわけですね。これがですね、癌を抑制するという研究結果があるということで、まあ、オレンジ色の,色の色素なんですけれども、これはですね、このファイトケミカルの中のカロテノイドというグループの中に入ってます。まあ、ポリフェノールカロテノイド、硫黄化合物ではありますけれども、 カルトノイドっていうのはこういう形してるんですね。分子構造がね。まあ、これいろんな色、色素。黄色、大々色、赤色。ね。えー、いろんな色素です。ね。で、これがビタミン A になっていくということなんですが、ベータクルビトキサンチンっていうのはオレンジに入ってたり、あとはま、温州みかんとかポンカン日本で言うと。ね。これをまあ、あの、このベータクルビトキサンチンっていうのをこう売りにして、この温州みかんとかポンカンっていうのをね、売り出してますよね。これが、 がんを抑制する、あのー、あれがあるわけですよね。えー、で、えー、次、リモネン、えー、ががんを抑制するという,う研究結果があるということで、リモネンというのもこの柑橘系の食べ物に入ってるんですけども、これはね、柑橘系の果物の皮に多く含まれるんですね。それの油成分、ちょっと油っぽいですよね、こうね、触るとね。で、爽やかな香りがするということで、でこのリモネンっていうのが、 他にね、抗酸化作用とか抗栄症作用、糖尿、抗コレステロールにもいいと言われてて、あとアロマセラピーですね、それ匂いがいいので、こうリラックス効果、あというのがあるということですね。で、これがですね、新しいカテゴリー、ファイトケミカルの新しいカテゴリーですね。ポリフェノールカルテノイド、溶化合物グループってやりましたよね。で、テルペンというグループの中のリモネンというのが、この、ええー、あるわけですね。この、柑橘系の食べ物に。 で、皮のところにあるんで、皮をしっかり取っていきましょうということなんですね。で、リ由はね、どうやって食べたらいいのか。皮なので、どうしても農薬がかかるところなんですね。ですから、無農薬、有機栽培、オーガニックのものをこう用意すると。まあ、ちょっと高い、お金がね、少し高くなるんですけども、これはもうね、本当に薬だと思って、えー、あの病気にならない保険として、少し高くても、 無農薬、有機栽培、オーガニックのものをこう探していくっていうのは。まあ、他の食べ物もそうですけど、そういうふうに探していくるのがすごく大切です。で、あの、すりおろして、まあ、自分の場合ですけども、すりおろして、ドレッシングとか、ね、ジュースなどにこう入れるということで、まあ、ジュースって言ってもね、あの、あれですよ。えー、その柑橘系の果汁をあの売ってますよね。果汁ジュース。これはやめてくださいね。これは加糖がすごく多いので、血糖値が上がって体に悪いので、 あの、こういう、えー、柑橘系の、おものがいいと言っても、柑橘系の、あの、ジュースはやめてください。これは、あの、逆に体に悪いです。えー、ただ自分でね、えー、作るジュースは大丈夫ですよ。で、まあ、あのー、野菜ジュースや果物ジュースね。で、えー、すりおろして、えー、ドレッシングとかジュースなどに入れるとか、あと、硬い皮はそのまますりおろせますし、柔らかいものは、こう、冷凍してからね、あのー、すりおろすと。丸ごとね、えー、冷凍して、 あと身の部分もねこう冷凍してこうすりおろしてもいいので私はそのえー、あれですねオレンジとかあの、えー、レモンとか凍らしてすりおろして、えー、ドレッシングとかに入れてますね。 まあ、いろいろ、あまあ、そうですね。この、まあ、いろいろ紹介しましたけども、えー、リモネンとか、ベートクリプトスキサンチンとか、あとフラバノン、えー、フ,ラボイノフラボノイドの一つですね。あとはビタミン C とかも、柑橘系のお果物の中にも、すごいいろんな、こう、え癌、ー、癌抑制のお作用なる、えー、栄養素がたくさんあるということですね。 まあ、いろいろなグループのファイトケミカルが癌が抑制栄養素ですね。これがギュッと詰まっているということで、まさに柑橘系の、えー、食べ物、かん系の果物っていうのはスーパーフードなんですね。でぜひともね、あの、積極的にこう、取っていってください。ということで、癌を抑制する食べ物、その10か系の果物でした。で、次なんですけど、癌を抑制する食べ物、その11甘煮ということですね。フラックスシーズって言っても、これ今、欧米ですっごい人気の いわゆる、えー、種類ですね。フラクスシーズ、アマニーというですねアマあの。まさにこれからアマニ油っていうのが作られるわけですけども、これは種類です。えー、ということで、ね、あのまあ、重要なのでこう聞き逃さないでください。まあ、種類、ナッツ類、えーまあ、すごく体にいいです、えー。一般的に。で、アマニをを、ね、多く食べる方の方ががんになるリスクが、ねえー、確率が低いという研究結果があるんですね。 で、アマニはね、こう種類で植物繊維多く含まれてますし、あとオメガ3のアルファリノレン酸というですね、アルファリノレン酸というのは植物系のオメガ3ですね、青魚系のオメガ3はまた別ですね、えー、これがいっぱい含まれてると、あとビタミン E ですねあ、ガンマトコフェロールというビタミン E、ビタミン E はいろんな種類があって、ガンマトコ,あトコフェロールというこういったものがこう多く含まれているというですね。 で、その中に、このあまりに含まれてるリグナンっていう、あの、栄養素が、ファイトケミカルがあるんですね。これがね、癌を抑制するという研究結果があるんですね。で、このリグナンっていうのが、またね、いろんな、あのー、あれがあって、まあもちろん抗酸化作用。ね。抗酸化作用って聞いたら、いろいろイメージしてくださいって言いましたよね。ガン抑制したり、関節炎とか痛みを抑制したり、ね、老化をね、抑えたり。 とに、まあ、かく抗酸化と聞いたらまあそういったあ,のあれがいっぱいあるというですねあとですねエストロゲン女性ホルモンに似た効果があるんですねリグナンというのはですからその更年期障害とか骨粗しょ症ですねあとはあの高コレステロールとかこういったものにこうあのあれですねええー、閉経した後の女性 えの、その、症状の軽減とか、そういったものに、こう、効いてくるので、それでね、すごく人気があるということですね。これもあって、すごく人気があるということですね。まあ、ガウイも抑制しますし、とにかくスーパーフードなんですね。で、このリグランっていうのは、このポリフェローの、あの、一つというですね、ファイトキミカルの中。あとね、ゴマにもね、セサミンというのがあるんですね。まあ、ゴマとアマニっていう、こう、あの、まあ、種類なんで、 セサミンっていうのがあって、これもリグナンの中の一つにセサミンっていうのがあります。で、セサミンもゴマもね、がを抑制するという研究方法があるんですが、この、えー、アマニの方がもっと、あのー、強くて、えぇ、ー、その欧米ではかなり人気が出てるということですね。で、まあ、ナッツ類、種類,類っていうのはこのチャンネルでね、スナックとしてこう、こう、進めてますけども、えー、まあ、そういったものをこう、取っていこうということで。で、アマニなんですけども、 粉で売られているものがあります。これはね、酸化しやすいんで、しやすいんですけども、こう吸収されやすいんですね。ですから粉になっているんですが、なるべくなら、粉でないものを買ってですね、まあ冷蔵庫で保管して、こう食べる前に粉にするっていうのが一番いいです。またそこはよく咀嚼して食べるっていうのが一番健康的です。で、まあ粉で買った場合は、 ま、冷蔵庫でね、こう保管して、なるべく酸化する前に早く使うということがすごく大切ですね。あの、すごく、ええー、あの、油が入っているので、このアルファリノレン酸っていうのが入っているので、酸化しやすいんですね。えー、不法は脂肪酸なので、ですから、ま、その、酸化する前に食べましょうということですね。ということで、んを抑制する食べ物11、アマニフラックスシーズでした。で、次、んを抑制する食べ物その12、トマト。 このトマトがまたすごいんですけども、ここからね、12、13、14、ね、あと3つなので、こうしっかり、えー、切ってください。で、まあ、トマトをよく食べる方の方が、ガンになるリスク、ねえー、確率が低いという研究結果があります。でね、あのトマトの中にリコピン、えー、ライコペンかな、ライコペン、えー、っていうね、あの、が、ガンを抑制するという研究結果があるというですね、ライコペンとかリコペン、 リコペンと言わないですね。ライコペンですね。という研究機関があるんですね。で、これはカルテロイドの一つ。ね。で、リコピンっていうのはカルテノイドの、あの、他のベータカルティンとかより、あの、抗酸化力も2倍あって、すごく、えー、その、えー、いい栄養素なんですね。もちろん抗酸化作用があって、で、その他。 あのトマトっていうのはビタミン C とかビタミン A とかベータカロティンも入ってますからトマトっていうのはこうスーパーフードになってるということなんですねでぜひともこう積極的に食べていきたいなということですねがんを抑制する食べ物はそのジュニトマトということでしたあなんか紹介して画像を見せてるの忘れましたねターメリックだったり、まあ、柑橘系の食べ物を紹介しましたねあとはフラックスシーズね、えー、種類ねフラックスシーズ特に すごくいいです。であとは、まあ、トマトということですね。で、えー、次なんですけども、がんを抑制する食べ物、その13ということで、ニンニクです。ねまあ、日本の食事がいかにすごいかっていうのをまた紹介していきますけども、よーく聞いて,てくださいね。ニンニクをよく食べる方の方ががんになるリスク、確率が低いという研究結果があるんですね。で、ニンニクの中にはアリシンというのがあります。ね、これががんを抑制すると。 いう、えー、研究結果があるんですね。まあ、アリシンっていうのは、まあ、まさにそのニンニクの臭さ,さですね。臭いところですね。ファイトケミカルの硫黄化合物という中のグループのアリシンというのが、この匂いなんですけども、これがね、癌を抑制してくれるわけですよね。えー、まあ、その他にこのアリシンというのは抗酸化性をコレステロールを下げてくれますし、血糖値を下げてくれますし、血圧を下げてくれますすごいですね、成人。 えー、美容の方はですね、まあ、食事改善からやっていって、まあ、特に、その、ね、ニンニクもね、積極的に取るというのはすごく大切ですね。あと、血管が詰まるリスクを下げてくれる、ということで、あと、免疫力を上げる、というですね。まあ、この3つができれば、血管を詰まるリスクが下がるということですね。動脈硬化。というのは、これの、この3つ、他にもありますけれども、そういうのがあって、動脈硬化ということになってくるんで、 血管の通りリスクを下げるということですね。あとは、まあ、免疫力を上げるということで、こう、風邪を引き、引きにくくなると。ね。ということなんですね。で、このアリシンというのは、アリウム属の野菜に、こう、いろいろ入ってるわけですね。他のやつにも。ユリ科のアリウム属、ネギ属に、この、ニンニク、ニラ、玉ねぎ、ネギ、ラッキョウ、シャロット、おこういったね。まあ、日本でも、こう、すごく、えー、おなじみの野菜ですけれども、 あのアリシンがこう入っているということなんですね、まあ、日本人が普通に食べている食べ物ということでこのアリウム族の野菜これを覚えといてくださいネギ族、まあネギ族と覚えといて、えー、覚えとけばいいんじゃないですかねネギ族ねえー、油高のあのー、ねえー、野菜もすごくいいということを紹介しましたけどもこのネギ族の、えー、食べ物もあの野菜もすごく体にいいとね で、まあ、日本人は普通にがん予防してるわけなんですけども、こういったものを食べつけて。ですが、なぜ癌は右肩上がりなんでしょうかということで、まあね、あの、これに関しては過去のビデオでも話しましたけども、まあ、新しいビデオも作っていき,いきたいんですけども、まあ、その、他のファクターがすごい悪くて、要は,要は発がん性のものをいっぱい食べてたり、生活習慣が悪いんですね。他の生活習慣が。えー、ということなんで、まあ、 近い未来に、がん、ね、が本当に、ね、稀な病気になることを、ね、願っています。まあ、今は、死因の1位なので、本当にがんになる方がすっごく多くて、これ本当に治さないとダメですよ、日本は。えー、まあ、その日本がね、がんが一番少ないあの世界でね、そういう国になってくれればなと思います。ということで、が、ま、ん、あ、を抑制する食べ物13、その13というので、ニンニクでした。で、最後、がんを抑制する食べ物14。 青魚とということで、まあ、アメリカではですね、こうファティフィッシュ,ッシュっていうですね、ファティっていうのはそのこう油が乗ってる、えー、魚、ファティフィッシュ、ファティフィッシュっていうんですけどもこれ、これが体にいいということで、まあ、アメリカではサーモンとかサバとかアンチョビとかということですね、などがこうアメリカでこう手に入れやすいんですけども、まあ、青魚をよく食べる方の方が,ががんになるリスク、確率が低いという研究結果があるんですね。 で、まあ、これどういうことかということなんですけども、まあ、ビタミン D がよく取れます。そういう青魚から。まあ、これが癌を抑制するという研究結果もありますね。ビタミン D は不足しがちなので、なかなか取れないですね、食べ物から。ですから、こう、サプリはおすすめです。ビタミン D は。で、あとは、DHA ですね。えー、オメガ3の、青魚、あの、青魚系の、あの、オメガ3の DHA ということで、 どこさ、ヘキサエン酸ですね。もう、これ口がね、あの、下が、あれですけど、こんがらがらがですけど、どこさ、どこさ、ヘキサエン酸というですね。これがガンを抑制するというね、えー、研究結果があるということですね。で、まああのー、まあちょっとオメガ3、こう、脂肪酸ちょっと紹介して、あのー、復習していこうかなと思うんですけれども、まあオメガ3っていうのは、お魚系と、あと、種系、 まあ植物系っていうのがあって、まあ青魚系は EPA、DHA ってなんですね。イワシ、サバ、ブリ、えー、アジサンマ、あ、そういったものにこう入ってますね。あのー、まあ魚の脂です。で、あとは種系、こうクルミ、甘ニとかアイゴマ、えー、こういったものにアルファリノイン酸っていうのが入ってて、このウメガスイいうのすごく大切だと。特に青魚系のこっちがすごく大切なんですね。で、これの吸収、 というかその体の中でそのよくえ働いてもらうにはですね、オメガ6系のあの油と一緒に取らなくてはいけなくて、これが夏とか他の種類、えー、とかゆで卵からこう取れるので、精、え、製、ー、油はね避けてくださいね。精製油ね、こう売ってますけども、そういうものは避けるということで、コールドプレスで有機でオーガニックでやった精製油はいいんですけど、あのー その、こう、熱してね、こう、すごく、きれいにしてる油を気をつけてください。えー、まあ、その、オメガ3ね、えー、オメガ3っていうのは、オメガ6と一緒に取るということで、ナツ類とか種類とかね、ゆで卵とか、そういう、そういうとこからね、オメガク6が取れてるので、えー、そうですね。まあ、あそういうの一緒に取っていくと。で、DHA、EPA 摂取には、こう、生がベストということで、その、さっきの魚ですけども、もう、煮るとね、こう、ちょっと減ってくるわけですね。 で焼くとすごい半減するのでやはりねその刺身生食できるものが、あのー、売ってるんであればそれを利用するのが一番いいということですねでその次に煮てあるものということですねであとはまあ煮るときですね、えーまあ、このチャンネルを焼くのはあんまり推奨してないので、まあ、たまにはやってもいいでしょうけども、あのー、家で、ね、こう毎日食べるものはもう煮,る煮るとか生にするということですね で、まあ、熱を通す、寝るときはですね、なるべくこう、低い温度で、なるべく短時間でっていうのをやりましたね。これは、あの、酸化したコレステロールがね、えー、増えるので、あの、魚の場合は。だからそういう、あの、なるべく酸化コレステロールが増えない、その、煮る、煮方ということで、あのなるべく低い温度で、なるべく短い時間で、電子レンジは使わないで、あの、火を通すということですね。まあ、刺身とか、缶詰とか、サプリとか。 そういったものからその EPA、えー EP えー、DHA 取れるということで、えー、まあ、がんを抑制するタイプのその14のということで、かなでした。ということで、まあ、ここでね、少し画像を見せますということで、まあ、また、あの、戻りますけど、あの、画像を見ることによって、潜在意識に入って、その、普段のね、えー、まあ、あのー、スーパーマーケットとか、 ね、スーパーに行った時に、この買い物をするときに、あ、これあれっていうのをこう思い出しやすくしてもらうために映像を見せます。まあ、青魚ね、なるべくね、こうお刺身でやっていくと。ね。まあ、ない場合は、こうね、サバのね、えー、缶詰とかそういったものでもいいです。でも、なるべくは、あの、お刺身とかがいいですね。トマト。ね。すべてこうガを抑制してくれるので、 まあその他のその健康にいいものがたくさんありますからぜひ取っていくでもこういう柑橘系のものね、えー、農薬かかってないものだったらその皮も、ね、しっかりとね取っていくということで、えー、ガニにセリーのでしっかりやっていくとあとはまあターメリックですねボケーボールもすごくいいですしあとはオリーブオイルね紹介しました ということでですね、まあ、今回のまとめということで、がんを抑制するための21選、えー、第2回目、3回シリーズですね。で、まあ、まあ、ずっともう紹介したのでこう言いませんけども、ぜひ、普段の食事にこう適量をバランスよく取り入れて合間要望をしてみてくださいということで、でまあ次回の予定なんですけども、それスライドができ次第ねがんを抑制するための21戦第3回目。 こうやってきます。で、日本人はね、普通にがん抑制の食べ物を食べてるんですけど、なぜこうが、んが右肩上がりなのかなということで、まあちょっとまたね、あのー、がん予防っていうのをすごいこのチャンネルフォーカスしてるので、まぁ、癌になる、避けるべき食べ物とかですね、がんになる、今すぐやめるべき生活習慣何選とかですね、そういったビデオをまた作っていきたいなと思ってます。予定します。 では、まあ、日本人がね、世界一癌にならない民族になることをね、えー、もう願ってますで。で、えー、ぜひともね、皆さん、こう、生活される、えー、食事、しっかりやって、あのー、癌が,がね、癌に一番ならない国というのが日本ということになっていくるように皆さん、こう、頑張っていきましょうということで。ということですね、えー、っと、 であ、自己紹介をしますけども、まあなんか自己紹介最初にやらなくていいってこうコメントがあったので、自己紹介後からでもいいかな。うん。まああの、私は30歳になる前にアメリカに渡って医学を勉強して、現在アメリカで医師をしてますえ。まあ生活スタイルとか行動を治療することでたくさんの患者さんにね、元気になった、健康になったってこう感謝されてますで。まあこの経験を生かしてアメリカに住みながら日本の皆様のこう健康にね、えー、貢献したい。 という思いからこのチャンネルを始めました。こう毎日ね、こう繰り返しね、チャンネルを見ていただいて、自然とこう健康的な生活スタイルになってね、こう病気しないで、なるべく長くするね。えー、そういう,うあの確率が確実に上がるので、ぜひともね、えー、やってみてください。でこう皆さんがね、健康的な生活スタイルを習慣にして、こう100歳、ね、プラスアルファを目指してね、人生こう楽しんで、えー、いただければなと思っています。 で、まあ、気軽にね、こう、見てみてください。日は時間に。で、あのー、繰り返してみてください。で、繰り返してみて、その、えー、繰り返してみることによって、こう、潜在意識に入ってくるので、それが自然と自分のね、えー、普段の行動に、はの、現れてきます。で、それがね、こう、習慣になるのが理想なので、ぜひともね、継続して、えー、見てみてください。こういうビデオ。あの、私が作ってるビデオすごくいいので、あのー、 見れば見るほど。で、長くそれを継続すればするほど、見ること。このビデオを見ることを継続すればするほど、どんどん、どんどん生活スタイルが、あの、いいものになって、どん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 健康になってきます。えー、ということで、えー、まあ、正しがけなんですが、あくまでも健康情報を伝える目的で、治療のアドバイスではないということですね。持病のある方は、主治医の先生と相談しながら治療にあたってください。で、コメントなんですけども、持病の相談ね、こう、されてもね、 いいんですけども、まあ、治療のアドバイスはできないのでただ健康情報でこういったあの治療とかこういうのはどうですかっていうのは伝えられますコメントでただその後その主治医の先生とこういう情報があるんだけどっていうことでその主治医の先生とこう治療方針決めていくということがすごく大切ですねで今日の日時と近況報告ということなんですけども、えー 今日は9月の30日ですね。ちょうど1週間経ちました。まあ、ビデオ投稿は今のペースでやっぱり1週間に1本というのがう、あれですね。まとめたものをしっかり作るんであれば、やっぱり1週間に1回になってきますね。これはもう、これからそういう感じになっていくかなと思います。で、えー、っと、今日は、えー、今は6時、7時の、午後の7時の、土曜日の午後の7時の半ですね。 まあ一週間働いて、今日休み、あ、午前中は、えー、日本にいる、う、最愛のパートナーとずっと、えー、LINE で話してました、ビデオで。で、その後ちょっと、えー、仮眠をして、今ビデオを投稿してます。ビデオを作ってます。そうですね。で、明日は休みなんで、えー、ちょっと、おあの、ビーチに遊びに行こうかなと思ってますけども、そうですね。 あとまあコメントすぐ返すように今はしてます。今はとりあえず日本にいるときは特に時間があったんでそこからちょっとコメントすぐ返すようにしようかなと思って始めてみたんですけどやっぱりねコメント返すのはなかなかね時間がかかるんですよ。そうするとビデオのスライドを作る時間っていうのがこうあのなくなってくるので,でまあこれでコメントする方がいっぱい増えていくと全て返せるのかということでビデオをつ、まあ、基本はビデオを作って投稿するということですね。 でコメントは、その、なるべく返しますけども、返せなくなる時は絶対あるので、そこはご了承してくださいということで。あとですね、体、みんなしっかり休めましょうね。体を酷使するのは良くないです。いくらいい食事してたって、体を酷使して休めてないとダメです。例えば自分も仕事疲れてるとか、ちょっと眠いなと思ったら、もうすぐゴロゴロしてます。もうちょっと疲れたまってるなと思ったら、ゴロゴロしてます。 あのご論言しますえすっごく大切です、ね。気づかないで体を酷使しているということがあるので例えばこういろんなスケジュールを詰め込んでいてあれもやってこれもやってしっかりなんか人生しっかり組み立てようみたいなことをやってそれをもうなんていうかな記録でやってると絶対に体をぼしゃれます本当に体に悪いのでそういうことはやらないからもう体と相談しながら自分のスケジュールを立てて疲れていたらこれはもあとでやろうと。 今日はゴロゴロしようと。ゆっくりしようと。そういうのをね、やりながら、や、やるのがすごく大切ですね。ということで、まあ、最後に、まあ、これいつも言ってるんですけども、健康の4つのファクターということで、食事、運動、睡眠、心の健康、スマイル。ね。えー、常にこう、笑って、冗談を言いながら、あの、気楽にやっていきましょうということで、心の健康を大切にということで、心の健康というのは、こう、胸にあるんじゃなくて、脳の健康なんですね。ね。で、えー、まあ、脳の健康というのは、 ホルモンのバランスとか、自律神経のバランスとか、とにかく体にすごく大切なんですよ、脳のバランスが。で、まあ、皆さん人生を楽しんでますかということで、人生を幸せになるためにあると思います。ということで、このね、幸せを感じている、楽しんでいる、楽しいっていう感覚、これがすごく大切なんで、あのー、そうですね、まあ、何歳になっても、今日当たられたこう24時間っていうのは、こう、みんな一緒なんですね。10代から100代。こ、え、れ、ー、までね、ずっとまあ、みんな一緒なので、 えー、今日生まれて変わったと思っていくつになっても一度人生リセットして自分の心の声にこう耳を傾けてこう10代とか20代の時のようにこうにワクワクすること自分の好きなこと、えー、をねしてね人生最後までねこうアクティブに楽しんでみてはどうでしょうかということでなんかこうやりたかったこと例えばなんか画家になりたかったとか作家になりたかったとか,なんかバンドやりたかったとかまあ僕自分はちょっと音楽が好きなんですけど えー、音楽の趣味なんですけども、えー、最近はサーフィンずっとやりたいなと思ってたのでサーフィン始めましたなんであのー、なんかそのまあサーフィンすごい体力が必要なんで体力がなくなってきたらできなくなるんですけども、まあ、体力と相談しながらということですよであとはその安全性をか、あのー、ちゃんと担保しながらということですね、まあ、好きなことをねこうやりたかったことをこうしっかり えー、や,ったらやればいいんじゃないかなと思いますね。まあ年齢で制限しないと,いうことで、100歳を超えても、こう、研究者をやってる方もいますし、お店をやってる方もいます。で85歳で博士号を取った人もいれます。もうとにかくね、70代、80代、90代でアクティブにやってる方もたくさんいるので、まあ人生が終わるまで、こう、アクティブでいるということですね。で、人生に定年リタイア、老後、老児ホームというのはないので、あのー、そういう、この、あの、なんていうかな、イメージを捨ててくださいね。人生というのはもうずっと死ぬまで、 えー、変わらないんですよ。なんか、もう定年とか老後とかそういうことはもうなしにした方がいいですね。で、頭を動く、体を動くということで、時間もこうたっぷりあります。ね、天命で生かされてるので、こう、周りに、周りの言うネガティブなことに影響されないで、過去のネガティブな経験に影響されないで、もう年なんだからと言われたら、あなたは神様じゃないでしょうという、天命で生かされてるので、ぜひともね、自分のワクワクすること。 幸せを感じられることをやりながら、毎日過ごしていただければなと思います。もちろん、仕事をしなきゃいけないので、仕事を嫌、ね、な時も、ちゃんとお金を稼がなきゃいけないので、仕事を、えー、しなきゃいけないわけですけども、そうですね、まあ、定年になってもね、仕事を継続できるんであればした方がいいですね、絶対にね。で、まあ、そのどうしてもまあ退職しなきゃいけないという場合でも、何らかのちょっとこうパートとかアルバイトとかをしてみるというのはすごくいいと思いますよ、体に。 えー、すごく健康にいいと思います。ということで、あのー、まあ、心の健康ということで、最後いつも同じことを話しますけども、すごく大切な話なんで、これは毎,毎回話そうと思ってます。まあ、皆さんがこのチャンネルを見て、健康的になるべく長く人生を楽しんでいただけたら、それが僕の幸せです。ということで、あのー、次回はその癌抑制の三回目やりま、抑制する食べ物の3回目、こう、今、スライドをまた用意して投稿しますので、 あのぜひまたお会いしましょうということで。それでは、失礼します。